人類の平和を脅かす凶悪なデストロンと地球の平和を守るサイバトロンとの宿命の激戦が開始されて長い月日が経つ。残虐非道を極めるデストロン、正義の怒りを爆発させたゴッド人類以下サイバトロンがデストロンの海底基地を爆破し、極悪ブラックザラックが陣取るマッターホルンに攻撃をかけた。そしてついにブラックザラックとゴッド人類の命を懸けた対決の時が来た。戦い、そしてこのわしと一対一で勝負をする気か、ゴッド人類。地球人類を全滅させようとするお前の狙い、俺の命にかけて止めてやる。ビッグトランスフォーム。逃げるかブラックザラック。鬱陶しいやつだ。貴様の時を相手にしている時間はない。何、それはどういうことだ。教えてやろう。南極の地軸上にデビルサンダーのブースターが完成しているはず。そいつで一気に人類をやっつけてしまうのだ。計画を進めていたのか。命乞いをする気ならお前一人ぐらい助けてやってもいいぞ。ふざけんな。南極へは絶対に行かせん。オーマーロード、ハイドラ兄弟、わしに忠誠を尽くす最後のチャンスだ。邪魔なこいつを叩きのめせ。同じ頃、シュータたちの危機を身をもって救い負傷したホークはミネルヴァの手当てを受けていた。ミネルヴァ、ありがとう。おかげで元気を取り戻したよ。よかった。でもまだ無理をしない方が。司令官から連絡は？今のところ何も。連絡があれば僕たちが出動します。心配しないでゆっくり休んでください。いや、そうもしていられない。大事な決戦の時だからね。ダイバーたちも呼ばなくては。ホーク、彼らには被災地救援の任務があるし、司令官の指示を待ってからの方がいいと思うが。うん、そうだな。しかし司令官とブラックザラックの戦いはどうなったんだろう。ぐん、しぶといやつね。オーバーロード、ハイドラ兄弟、何をしている。ねえ、おい、こいつを喰らえ。もう貴様、バカめ、最後だぞ。としても南極には行かせん。どうだ、こいつ、今度こそやっつけてやる。わしをこの勢いで叩きつける気だな。怖いか。氷詰めにしてやる。
おい、バスター大丈夫か？死ぬかと思ったぜ。バカ言え、俺たちはもう人間じゃないんだ。新しい生命体なんだぞ。そんなに簡単に死ぬわけがないじゃないか。分かっている、もう人間には戻れないことも。デビル Z 様は俺たちのことを本気でやったんだろうか？俺たちは忠誠を誓ったんだぞ。未熟な腕を戒めただけさ。もう俺たちは迷ってられないんだ。生き残るためには戦うしかない。いたぞ、ハイドラー兄弟だ。来たな、サイバートロンども。かなり痛手を受けているようだな。それじゃあまともに戦えんぞ。うるさい、甘く見るな。いい加減にしろ。こんな体で我々に勝てるわけがないだろう。なぜ戦うのだ。そんなに死にたいのか。笑わせるな、死ぬのはそっちだ。どうだい、こいつならマッターホルンの近くまで登っていけるぜ。ああ、最高だぜ。武器も強力なのをやったらくっつけたし、これなら戦えるぜ。まったくだぜ。何しろこれからって大事な時にロボットになれなくなっちまったんだからな。言っとくけどな、俺は本気でサイバトロンについたわけじゃないんだからな。分かってるってワイルダーの気持ちは。どういう意味だよそれ。本音を吐くと照れくさいからだろ。茶化すな、俺は本気だぜ。いいからいいから。アンサー、ごめんな。急ぐぜ、しっかり捕まってなよ。ゴッド人雷、氷の下で永久に眠れ。それ。サソリの氷漬け、一丁上がりだ。人思いに地獄へ送ってやるぜ。バカ者、若造は気の早いのが命取り。ビッグトランスフォーム、タイラントスピア。往生際の悪い奴だな。何を抜かす、くたばるのはお前だ。そう簡単にやられるか。くそ、デビルサンダーリだ。苦しいか、ゴッド人雷。アイドラー兄弟同様、これで貴様を人間から新生命体に変えてやる。それでもわしとゴブには戦えまい。くそ、俺の肉体を奪われてたまるか。すごい磁気嵐だぞ。これじゃ何もわからん。司令官の身に何か起きたのかな。それは何とも言えないが、とにかくこれはただ事ではない。凄まじい戦いが行われているんだろう。くそ、これじゃ司令官と交信することもできやしない。よし、異常事態だ。我々も行ってみよう。何事だ。異常な磁気嵐で司令官と連絡が取れない。見てくる。私も行く。過激な行動はまだ。ここにいても気がかりなんだ。ホーク、こっちに任せてくれ。何かあったらすぐに知らせる。しぶといやつめ、いい加減に往生しろ。司令官。グランドマキシマス、邪魔しに来たか。司令官、今のうちに。ゴッドキャノン、受けてみろ。
私はもうデビル Z 様についてはいけない。同志すら攻撃するデビル Z 様、いやデビル Z、 何が真の狙いなのかわからない。その通りだ。しかし俺は誇りを捨てたくない。ゴッド人代には借りがある。分かっている。まず私たちがやるべきことはただ一つ。チャンスをやる。やつをやっつけろ。それ。何をする。借りを返すぞ、ゴッド人材。オーバーロード。オーバーロード、貴様、裏切り者がどうなるか思い知れ。ゴッド人雷、やつを生かしておくな。やつを、オーバーロード。忠実な部下をも殺すお前を絶対に許せん。何をほざいておる。
このわしが人間ごときに説教されるなど肩払いたい。死ねえよ。ゴッドファイヤーガッツ。すごいパワーだ。教えてやろう。ゴッドマスターを生命体として蘇らせたのはこのデビル Z 様なのだ。なんだって？貴様らは道具に過ぎん。だからどうあがいてもわしには絶対に勝てんのだ。いうことはそれだけか、デビル Z。 では俺も教えてやろう。お前は大きなミスを犯した。それは俺たち地球人類の力を、可能性というものを見くびったことだ。見ろこの美しい地球を。全ての人間は無限の可能性を持っている。みんなそれを信じて生きているんだ。お前なんかにやられてたまるか。ゴッファイヤーガッツ。わしを怒らせたな。デビル Z 様がやられた。司令官。あら、あ、ブレスレットがなくなってる。ああ、俺もだ。あそこを見ろ。みんな、長い間ありがとう。そうか、デビル Z が死んだので俺たちと彼らが分離したんだ。ゴッド人類、戦いが終わったと思うなよ。デストロンの生き残りは宇宙へ逃げました。我々は追っていきます。私も宇宙へ帰る時が来た。みんなを乗せていこう。ゴッド人類司令官、デストロンをやっつける任務の交代よろしく。任せてくれ。じゃあいずれまた会おう。よっしゃ、デストロン。たとえ叶わなくてもデストロンに一発食らわせてやるぞ。人類たちはついにデストロンを地球から追放し、その役目を完了した。苦しいデストロンとの戦いの中、いつも人類を支えていたのは共に戦う仲間、共に地球上に生きる者、美しい自然と平和。